西西村秀信の社長工場西村秀秀のの社社長長場場こんにちは山田久志ですポッドキャスト番組「西村秀信の社長工場ではインスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます。 西村さん本日もよろしくお願いします。お願いしますさあ来ました社長のためのワイン学パート2でございます。はい、これあの今日で解決しなかったらパート3もありますよ。<laughs> ありました。はい、なので今日サクッとこう聞きたいよう決,決。<laughs> まとめてありますんで引き続きお聞きくださいこちら。一番好きなワイえっとだから一番最初に飲んだ超高級ワインは、うん、ドイツのトロッケンベールンアウスレーゼっていうその デザートワインなんですよだからデザートワインが一番好きです今でもやっぱそれは超えないはいいろんな高いワインだとかそういうビンテージも飲んだと思いますけどやっぱあれ美味しかったエディケムとかトラケンベリーアウスレゼとかデザートワインの方が好きですね甘いってことですねちょっと甘いです全然甘いですポルトワインみたいな味だったりするもっと甘いですもっと甘いへえでもやっぱりそれをたまに飲む時ありますか全然ありますよそこれ普通のお店に行ってもあるあるところはあります全然デザートワインあるとこあったりしますへえ デザート代わりに出してくれたりとかデザートと一緒に出たりとか全然置いてますよアルコールもしっかりとちゃんとててありますねまあ一般的にはちょっとアルコール少ないはずですけどまあ少ないはあじゃあもうほぼほぼそれこそジュースじゃないですけど結構こう果実の甘みが先にくる感じのそうです、ね、そ結局あのアルコールって、まあ、さっきの雨の話じゃないですけどそのぶどが糖分を蓄えてその糖分を 酵母が食ってアルコールというクソを出すから発酵した結果がアルコールなんでだから甘いっていうのは発酵が終わってないっていうか遅いというか終わってないそうかそのままかその糖分がまだ残ってるってことなんですよねはははあのさっき山田さんが言ったポートワインっていうのは酒精強化ワインってフォーティファイドワインって言われる部分なんですけどあれは要するにで 先にアルコール発酵の話から終わらせちゃうとわかりやすいんですけど、うん、あいつらって酵母ってその糖分食うじゃないですか、うん、でアルコールといううんこ出すじゃないですか、うん、でアルコールっていう出したうんこで今度自分がアルコール殺菌されて死ぬんですよええそれが発酵の終わりなんですよマジウケるんですけどすごいですねなんか若干不慮の死を遂げるみたいな納得いそうそうそうそれがあいつらの人生なんですけど <laughs> 辛い <laughs> それ飲んでんのそ <laughs> そうそう <laughs> そうで,でそのフォーティファイドワイン酒精強化ワインっていうのは途中でいきなり強いアルコールをぶっ込むんですよあの発酵の途中でそうするとアルコール殺菌されちゃうから、うん、本来酵母<っ>に食われるはずだった糖分が残るからだから甘いんですよその時点で止まる、はい、へーえ,えちょっと待ってね、はい、今の教養は、はい、これソムリエの教養多分 <laughs> <laughs> そ,そんなことも学ぶの多分 <laughs> いいやすごいわこれ社長のためのワイン額だったんだけど、はい、今日は <laughs> 社長のためのワイン額、社長のための発行額とか、<laughs> <laughs> もうどんどんできちゃうよこれ、なんかこう基本的なことで分かってると、忘れないですよね。 いやいやいや今言われたことでさえ今もう忘れそうだもんもう人に伝えられないもんねポポルトのやつねあれねあれクソなんだよってわけのかんない話にだいぶだいぶ抜いちゃってる肌ディスってるだだいぶ抜いちゃってるあれクソなんだよ俺が言ってたみたいなんか違うなみたいになっちゃうからやめてくださいよすごいな面白いな いやでもそうなんですだから今、ワインの話からここまでイデちゃんと話してきたけど、やっぱこう、はい、人が持つ教養や知識というのは、こう、はい、何気ないそういう会話の時に出たことによって、はい、その人のやっぱり膨らみだったりだとか、その人がこう生きてきた生きざみたいなものは、実は、垣間見れるんですよね、はいで、それを僕たちはなんかすごく面白かったり、はい、まそこにリスペクトが出てきたり、はい、っていう、なんか好感を常にしてる気がして。はい だからそういう点では、社長という人になるのであれば、そういうものがないよりはあった方がいいよねっていう、さっきのひでちゃんの話は、すごく納得できる。だって、ね、ね、英語は喋るよりしたことはないよねとか、全部一緒じゃないですか。ね、ねでまたたくさんの人を束ねたり、指揮していかなきゃいけないとなったときには、当然、その人たちはもうみんな、答えバラバラで、それぞれの教養だとか、知識がもともと集まった、その集団のやっぱり一応、トップを担おうとするならば、はい。はい 知らないよりは知ってた方がいい。いいうことですね。いいねね日々勉強なんだな、これな、すごいな。<laughs> ちょっとじゃあ、全然あの素人さんも好きなボジョレーの話にしてい,いですかい。ボジョレーっていうのは、ほら、なんかサウジじゃないですか、日本は、はい。あ,のあれもありますよね、前はあのグリーン時点問題というかその、時差の関係で、日本が早かったから、こんだけまあ話題になったっていうのもあるとは思うんですけど、解禁がね、はいはい。あれね元々はイギリスかかどっかの、はい やつが若者が車でレースして、ボジョレーについて飲んだぜってやってたのを、それがもともと期限で、日本の商社が持ってきて、第3木曜日かな、11月の第3木曜日かなんかで決めて、解禁日ってやって、だから、バレンタインデーみたいなもんですよね、完全にマーケティングですね、あれだからね、別にそれのぶどうがどうしたとかなんとかっていうよりも、その全体でもともと作っているストーリーの方を先にうまいこと認知させたから。 これ、でも今、でも本当にね、いまだにちゃんと11月でしたっけ、11月第3木曜日かなんかじゃなかったかな、これもよく覚えてるでしょ。賢いね、本当にもう今や、もうワインショップだけじゃなくなったじゃないですか、スーパーだっておいくわ、それこそドンキホテだってあるわみたいな感じで、どこにでももう、あとは飲食店もそうですね、これ、ただ一方で、何、何、ボジョレーと別にあんな薄いワインみたいな感じで、なんかメディアに踊らされてるだけだよみたいな感じな、にわかファンだって言う人もいるんですよ。 ど,どういうことなんですかね、このソムリエの立場から言って、このボジョレ・ヌーボーはワイン通からすると邪道ですかええー、それね、すごい難しいですよ。忖度してますかいやいや、忖度くじゃなくて正直にお願いしますちなみに僕は11月に、えー、っとヒデちゃんと会って、はい、も、ボジョレ飲みましょうよって言われたことは今まで一度もない。はい、とすると。えっと、まあ、じゃ例えば、その11月。 1月の第3木曜日にボジョレを飲まないボジョレの会をやってるのが某木林さんですよね、まあいいや、神の雫のね、いやいやいや、そうじゃなくて、どうなんですかまずいくつかの視点があって、俺、ボジョレ自体は嫌いじゃないんですよ、好きでもねえけど。 違うな、それ違う、ごへんが違うな、まず、フレッシュアンドフルーティーの代表格なわけです。さっき言ってた白の話じゃないけど、香りも高くその年のお祭りで、いいところは、まずいいところを言うと、ワイナリーにとっては、あれ、現金収入、キャッシュフローがめちゃめちゃよくなるんですよ、その年に作ったものをその年に出してるから。すごいキャッシュフローの話になった今度そうだ めよ。他の、じゃあ、例えばさっき出した時点で、一番うまいと思って出してるって言いましたけど、5年、10年寝かしてるところもあるんですよ。うん、5年、10年分の人件費だとか、原材料費だとか、はあ、あれやこれやとかを全部ワイナリーは持ってくれてるんですよ。そうしてない投資なんですよそう,そうか、そこまでは何も回収できてない。そうキャッシュフロローゼロなんですようわだから、金持ちじゃないとできないんですけど、そっか,かそれ、すごいことなんですね。 本当だでボジョレって要はあのブルゴーニュ地方の一部なんですけどあのボルドーと違って、うん、あの田舎のおっちゃんおばちゃんみたいな、うんまあ、ドメーヌとシャトーって分かれるんですけど、はい、ブルゴーニュはドメーヌ、ね、あのボルドーはシャトーって分かれるんですけどシャトーってお城って意味ですから、はい、でけえわけですよ。はあ、ドメーヌって本当知れてるんですよ。もうちっちゃい小屋みみたたいいななところでで、ね、で<ー>、まあ、ザ農作人みたいな感じでやってる中で、はあ ね、そんな5年も10年も寝かしてらんない人たちもいっぱいいるわけですよ、はい、でそこでねあの、毎年の現金収入になるっていうのは、すごいいいことだなと思うっていうのが1個。そう,そうか、まあ、そのワインというものの下支えじゃないけどね、はいはい、この文化を、はい、きっとその人たちが、ね、やってくれてるからこそだから。もちろん、ロマネ・コンティのコンティ公が、はい、あのバカガメイとかって言って、どこに生えても、どこに植えても生えるから、あの作るのを禁止したっていう言葉があるぐらいの、 っていう品種で作らなきゃいけないっていうルールがあるんですね、ボジョレには。あ、そうなんだ。フランスの原産地統制・ AOC 法っていうのがあって、アペラシアン・ドレジン・コントラーレっていうのがあって、なんですって。AOC 法っていうのがあって、どこどこで何っていう品種を使って、どういう作り方をして作らなきゃだめっていうのがあるんですよ。それがルールなんだと。はあ、ワインに関しては。はい。で、だから、ボジョレ地方で、 ガメイっていう品種を使って<で>マセラシオンカルボニック法っていう炭酸ガスで、うん、ギューってぶどうをおばちゃんが踏むんじゃなくて炭酸ガスで無理くり押して色素とジュースを出してレッツラゴーって熟成したのがボージョレ・ヌーボーですって決まってるんですね法律でそういう製法すべて全部それをそ,<う><ー>それはシャンパーニュ地方で例えばシャルドネとそれをシャンパンと呼びますっていうのと一緒で、うん、一緒で,でも決まってるんですねはい。 でそれと一緒で、だボジョレーは今言ったマセラシオンカルボニック孔と言われるその炭酸ガスの香りがする、はあ、もうそもそもだってそういう製法なんだから、それをしなきゃいけないから、うんで、軽めなところもあれば、重めのところもあるわけですよ、そうか、その、まあ、調整的なものは少しは許される,、はい、許されるけど、でも基本的には、もうガッと取って、はい、ガッと炭酸ガス入れて、いてガッと出すっていう、はい、だから、あれでワインを嫌いになった人もたくさんいるから、あの炭酸ガスの香りが。はあ ワインの香りだ赤ワインの香りだって思って嫌いになった人もいるからそれはちょっと違いますからねと分かておきたいとだ本当に香材あるんですよね50連続ものがすごいいきなりんかどっこまれましたけど全然違う視点でいや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 か今分かりましたちょっとあのみ宮か芋焼酎かみたいな話僕の中では藍類かおついかみたいなやっぱ製法が違いますからそれによってねいるんですよやっぱこっちが好きだっていう人もいればねこっちがちょっとっていう人もいたり はあ、だちょっとボジョレ・ヌーボーはじゃあそういった点ではちょっとこう、ね、なんか一般の方がこうやって飲んでるワインとまたちょっと違うものにな属性が、なかでもワインはもちろんワインだし、くく、ね、りとしては。でちなみに、ボジョレ・ヌーボーももちろんワインなんで、熟成するんで、はあうん、11月に出たボジョレが、まあ、何年か1月とかには、はい、翌年一1月とかには叩き売りされてるんですけど、はい、そのぐらいのタイミングが一番うまいですから。<laughs> あら、じゃあ、むしろリーズナブルで、ちょっと待って、1、2月とかちょうどいいと思います、実は、11月に飲むと、まださすがにちょっと硬すぎるんですけど、硬すぎるっていうか、なんかパキパキしすぎてるんですけど、むしろそっちの方が飲みやすかったり、だからって、3年も5年もの長熟に頼るようなものじゃないんですよ、やっぱボジョレ・ヌーボーって、あれやっぱあのぐらいで飲むべきやっぱ新酒なんで、そのシーズンに飲むべきなんだけど、1、2月ぐらいのボジョレ・ヌーボーおすすめです。なりますねこれ 確かにね、あの二十六日だとクリスマスケーキ半額だったりしますもんね。味変わんないですよ。うん、そんなには。うん、<laughs> そういう形もあります。流 <laughs> れ<う> <laughs> 中では。あります。はあ、これいやいいすっごい勉強になったポジュレヌーボー。分かった。はい。素そうやって飲んでみよう。はい。だから別にあの忖度したわけじゃなくて、こう、はい、もざいもあるんだよな、いろんな視点からあるんだよなと思って。 でもボジョレ・ヌーボーも最近なんかもうほに7800円ぐらいのやつから56000円のマンドそうなんですよめちゃめちゃうまいそのさっき言った、ね、MC こうマセラションカルボニックを抑えて<い>できるだけこう高級ワインに近づけたようないい感じのボジョレ<ー>でも画面一種ではあるんですけどみたいな。だからちょっと高めのそこに価格差が出るんですね。 いやだからどうしても僕らとしてはなんかねこれ自分の個人的な勝手に品定めされてんのかなと思ってんか2000円ぐらい買っとくかみたいななったりとかしてるわけですよでも6000円はちょっとボジョレにはなってなっちゃうんですよこれはあじゃあ一回これちょっとそういう高めのボジョレを飲んでみたりするのもおいしかったっすねああ皆さんぜひもうすぐですからねはいそうっすねちょっとねチャレンジしてみましょうじゃあいきますよ今度はいきなり高いやつはい ちゃんが毎日飲んでるやつあれですあれねええコカ・コーラゼロねはいこれはゼロなのかないや「ゼロゼロ1って書いてますねロマネコンティはゼロじゃないですね大体1本100万円以上って言われてますからねそうですねはいこれあの僕飲んだことないんですけどそもそもななんんんででこに高いすかレアだレアですレアって言ったってって話じゃないですかじゃあそんなに美味しいんですか いやちょっと僕も飲んだことないんだかました忖度入りました。<laughs> <laughs> これもそんなに美味しくないなさては。いやいや、美味しいですよ。美味しいですか。<ねえ S 1> じゃあ、どんな時に飲むんですか最近飲んだロマネコンティのちょっと絵面を教えてください。時間から。やっぱりこれ夕方5時とかには飲まないですよ。さすがに立ち飲み場とかで飲まないでしょ、これ。そうですね。<ねえ S 2> あのー 深夜1時半ぐらいに銀座のクラブのお姉ちゃんがどっかの大きい会社の社長さんが、うん、見え張ってロマネ・コンティ3本開けてった、うん、残りが半分あるから飲みに来ないって言われて、うん、行く行くって言って行ったのが最後かな <laughs> リアル <laughs> 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 ありそうそんな期待した答えじゃなかったそっちじゃない。<laughs> 自分で払ってないそれは俺も行きたいわかるわということでつまりこれはなんとなく僕の中ではですよ味とかより見えなんじゃないのとかなんかそれを開けてる俺わかる今後もよろしくねみたいなものになってんじゃないか説ですよそうですよねどうですかこれいや俺とりあえずロマネ・コンティを本当に自分のお金で飲むんだったらまず一番は 自宅なり自分の店で自分で伐採して飲みたいまず原価で買って原価で買い自分で背を開け自分でゆっくりとたしなみたい友達とねそれが1番それ番二番2番どうしてもしょうがなかったらレストランで飲むそうかそうかそこはもう一応専門の持ち込みとか許してくれるだろうしちょっと1杯渡せばはいはい ロマネコンティ渡せば、やっぱさすがにね罰0料払って、ロマネコンティ一杯、よかったらどうぞって言ったら、<ー>それは持ち込み許してくれると思うし。っていうぐらいな価値のものなんですね、これ。でだか原価プラス、ね、いくらいくらぐらいで、まあ、状態でよく、あ<ー>まあ何週間か前に送っておいて、はいはい、セラーで休ましておいて、いで3番、しょうがないからレストランで、その、ね、レストランの値段で飲む。 もう言われたらしょうがない二2倍ですよねだから 2>, 2倍か原価が100万だとしたら200万ですよね平役で言ってますよね150万だとしたら300万ですよねこれ3番 <laughs> これやっぱり3番の時もあったわけでしょ3番の時はありましたねで4番がだから要は銀座なわけですよね <laughs> で要するに600万とか700万になるわけですよね, <laughs> ね無理っすよねよかったはいよかった、はい、まだひでちゃん毒されてないそうでしょよかった それは当たり前と思ってないね。そうでしょう。よかった、あのあれでね、ツイッターでいきなり一人百万とか上げたりする人じゃないよね。よかった、よかった、安心した。あ、のお年玉かな、それ。もうそういう人いっぱいいるからさ、いっぱいなくなっちゃっるから、世の中が。ユーチューバーとかも、どんどん今、お金ばらまいてんだけど、本当なのかなとか思いながらね。おまはんもばらまいてるじゃないですか。いや、もう危なくリツイート仕掛けになるけどね。そうなるけど、気をつける、気をつける。はい。はあ。お、おい、美味しいかとて言われて、あの、どんな味、分かりやすく。そう。 飲んだことない人にやっぱこう全然違うんですかロマネコンティはもう飲んだら分かるんですかそうっすねお<う>おロマネだって分かるんですかそうっすねまあな何が違うんですか赤だねって感じ<か> <laughs> いやいやいや,いやってことは目隠ししたらロマネコンティかどうかも分かんないってことですかいや俺さすがにそこは分かりたいけどかるです、ね、そこはさすがに分かりたいけど何ですか分かりやすく言うとななんかトロトロしてんのかな 片栗粉入ってるみたいに言われい <laughs> 謎だな僕が飲んでも美味しいって思えるんですかねその全く飲んだことない初めての人間が山田さんだってどっちかっていうとカベルネとかメルロとかあっちのボルドータイプの方が好きだからっていうのはダメこれはいやダメじゃないけど合わない人でも昔一緒にその隣のっていうかだからその村は一緒のボーヌロマネ一緒に飲んだ時にそれはうまいって言ってましたけど山田さんはい でも僕は多分それよりもきっと人ですもんね。まあ、ヒデちゃんと飲むとかやっぱり誰とどんな日に飲むかで味なんてまあフランスにそういうことわざありますからね。<お>まずいワインをうまく飲む方法って、まあ、気の置けない友達と飲むことっていうすばらしいな。ね、だからそっちの方が俺も大事ですよ。っていうことな気がするんですよロマネ・コンティ。<laughs> はい、いやいつか飲む日が来るんだろうかこれあの。じゃあ無理やり背伸びして飲まなくてもいいですかねこれは。 無理やり背伸びして飲むぐらいだったらあのほらあのカリフォルニアのロマネ・コンティと言われるあのねこれもソムリエに出てくるけどあの彼らピノ・ノアル・ジェンセンってあのわざわざ衛星でね同じロマネ・コンティと同じ土壌を探して作ったカリフォルニアワインが23万で買えますからもう <はい S 2> ほぼほぼそれもはいまあ確かに似てますよへえ結構じゃあそれをもうブラインドでやられたらでもいいしいもしくはね同じ村のボーヌ・ロマネのなんか 飲むでもいいし、ふむふむ、これの延長線上にあるんだなっていうその99、と99% 9と99.9%と99.99%とが、それが0.1%とか1%の値段の違いじゃなくて、その最後の1%とか0.5%とか0.01%を詰めるのに、1万、10万、100万、1000万かかるわけですよ、結局。世の中のどの分野だってそうじゃないですか、なんか。はあ、なんか言い得てるね、他のものもね。ね。 確かに、その新聞でいうと、なんかギターだろうが、はいね、なんかゴルフクラブだろうが、<ー>な,なんでもそうじゃないですか。あまあ、その価値だったりっていうところ、ね、1万円のパターから100万円のパターにしたところで、パター、ね、100倍入るようになるわけないじゃないですか。うんはいはい、だただ、そこに常にファンがいて、<laughs> ね、みんなそこを追い求めることは、今でもあって、ね、そ,のその違いって、何パーセントかって言われたら、<ー>ね、人間とチンパンジーの DNA の違いぐらいしかないじゃないですか。でもも大きく違うんだけども <laughs> でもでもはあえボールロマネボーヌロマネ村があるんでそこのうちの一つがロマネコンティボーヌロマネのボーヌロマネ、はい、を覚えといてロマネコンティをぽい,なっていうあとかもう飲んでる人間のように。 喋できますできます僕そっちだなよし十分ですそれを知っておけばあこいつそれを知ってるってことはロマネも絶対飲んでるだろって思わせるぐらいのトークの自信はあるそれだねっそっちしとけば100分の1ぐらいでとりあえずロマネコンティを飲んでる社長と話はできるかもしれないあのメッキが剥がれる前に帰った方がいいけど早めにねちょっと忘れかけてるんでもう一回飲ませてもらっていいですかそれはすごいな <laughs> うまいな <laughs> ああ間違いなかった <laughs>、うん、<laughs> はあすごいすごいじゃあ最後になりました<う>今日から使えるワインのマナーを何か一つ教えてくださいこうあの今日の話で言うと3分見て色しか言わないのはちょっとどうかなっていうのだけは分かったんで,で、ねうん、あれ30秒ぐらいでいいんですねそうですねもう、はい、あれはそのあくまで劣化してるかしてないかとかいは状態がおかしいかおかしくないかを聞いてるだけなんで お前の感想聞いてねって話なんですよこれ間違えてますねね、みんなの美味しいですとか <laughs> うん大丈夫健全だからあのいい感じだからサーブしてくださいがだから僕レストラン行って山田さんと行ってテイスティングしたのを見たことないじゃないですか<ー>それはソムリエがコルク買いでもうある程度フンフンってやってるのを見てるから <laughs> お前が大丈夫って思って出してるんだったらまあよっぽどのことがない限り大丈夫だろうからもうそのままついちゃってって言ってるんですよ確かにそうですよね、はい いやそれでもし違ったらそのソムリは本当に問題ですもんね。<う>君よく開けてついだねっていう話ですよね。そ,そ,いやそれがソムリのいない店とかだったらやるかもしれないってことね。はいはい、じゃあそれはもう本当にああやってこう言われたときにあのテイスティングしますかって言われたら結構です,別にするなとは言わないですよ。うん、だから別に僕はそれをするだけでそのテイスティングの時にもそうだし飲んでる最中もそうだけど世界中でワイン。 飲んできた僕が言うから間違いないですけど日本人はグラス回しすぎですみんな聞いてるいやるんぐるんねなんなら一回こうこぼれてナプキンがも赤く染まるみたいな遠心力使いすぎだろっていう中で流れるプールでも作ってんかっていうぐらいずっと回ってる話してる間じでずっとこうんかこう回してる人いるじゃないですかやがて本当になんかこう演奏できちゃうんじゃないですかそうそうんかもうあれ回しすぎ回しすぎっすね ああとあれですよ僕は今だからこそしませんけど、当時はワイングラスがよく分かんないから、はい、ブランデーグラスのように持っちゃったことがあるわけですよ。なんかこう、手の肌で、全体で。あれは温度を伝えないために足を持てって言うじゃないですか。はい、でも、本当に究極慣れてる人が、冷えすぎてるワインをちょっと温めるために、ブランデーグラスみたいに持ってる時もあるので、あら一概には言えない。言えないいでですすねねここも重要だ、ね、だかからら白ののめめちゃめちゃゃいいワインなのにだから本当は 14度とか15度ぐらいで飲みたいのになるほどお店のやつが分かってなくてキ<ン>パキパキに67度で出してきちゃった時にブランデーグラスみたいに持って飲んでる人を見ると僕逆におこの人すげえ分かってる人だなって思いますからうわすごっ <laughs> 何でもかんでもあれそ<う>足もてじゃないですだ,だからそうなんですよねうわー勉強なる難しいとこですね難しいですよ 僕今だからやってないけどやっぱり最初の頃何でしたっけフォークの背にライス乗せてましたよ <laughs> あんなめんどくさい食べ方 <laughs>、うん、でもそれもねあのイギリス式のマナーが日本に入ったとか、うん、フランス式のマナーがどうとかいろいろあるんですよそれもいやもう全然食べづらい切れないからやめるけどうん、うん、箸ちょうだいって言うようんいいと思います <laughs> もういいですよね、うん、それだってもう楽しく食べること前提でしょ<う>まずはそれがマナーですからね,ねえいやーあれ この番組そもそも何分でしたっけ長げ、長げ。ダメだこれすげえしゃべってたはい社長のためのワイン学はい結局ワイン学っていうほどのことはしゃべってないいやでも実際すごく噛み砕いて話してくれましたよだって普通ソムリエだったらこういう話してくれませんもんそうですかもう今やソムリエではないではないって変だけどまあでもソムリエはそうだからこその言える話 いっぱい聞けましたから、ね。はい、はい。皆さんでもそうですよ。あの、こういう教養知識はね。無駄なことは一つないですから。はい、はい。知っておいて、無駄ということは一切ないので。はい。何かにね、こう生かして。はい。はい。経営者として。成功してもらえればと思っております。はい。ありがとうございました。いしたじゃあ、ロマネコンティ奢ってもらおう。<laughs> 西村秀信の,の社長工場。毎週1000万投資と題しまして、情熱を持った起業家へエンジェル投資も行っております。 詳細は第第回回と第8回の放送をお聞きくださいまた番組への質問ご意見は社長工場のホームページ CEO-factory.com からお問い合わせください西村さん本日もどうもありがとうございましたありがとうございました